初代マーチ博、ロジャー・モーティマーは、イングランドの貴族、政治家。イングランド王エドワード二世に反乱を起こして、政権を奪い、王妃イザベラと共に一時期イングランドの政治を取り仕切った。1287年、ヘレフォードシャーのウィグモア城で、第二代、モーティマー男爵エドマンド・モーティマーとマーガレット・ド・ファインズの息子として生まれた。父方の祖母モードは、初代ペンブルック ウィリアム・マーシャルの孫娘で、ロジャーは、ウィリアム・マーシャルの夜叉後にあたる。1301年に婚約者、ジョーアンド・ジェネビルと結婚、ラドロー城をはじめ、ウェールズ国境地帯の土地も多数相続、アイルランドにも影響を及ぼした。1304年に、父がウェールズでの戦闘で戦死した時は未成年だったため、エドワード一世の指示で、エドワード皇太子の側近、 ピアーズ・ギャビストンが後見人となった。1306年にウェストミンスター寺院で開かれた式典に参加、エドワード一世から騎士に助任された。1308年にはアイルランドに赴き、スコットランドをロバート一世の弟、エドワード・ブルースに支援を求めたレーシー家と交渉を繰り返した。三百十六年にエドワード二世によりアイルランド総督に任命され、 エドワード・ブルース派の総統に勤め、1318年にイングランドへ戻り、1319年に最高法官に任じられた。イングランドの宮廷では、エドワード2世の長身のギャビストン、ギャビストン殺害後は、ヒュール・ディスペンサー不子が戦争を振るい、宮廷と貴族が対立を深めた。モーティマーはこの争いに当初中立的だったが、次第にディスペンサー夫子と確執を深め、 反国王派の第四代ヘレフォード博、ハンフリード・ブーンの支持者となり、1321年に国王の召喚に応じることを拒否し、貴族たちの反乱に参加した。しかし1322年1月にシュルーズベリーで国王に降伏し、ロンドン島に投獄された。1324年8月に脱走して、フランスへ亡命した。翌1325年に、 夫エドワード二世やディスペンサー不死と対立を深めていた王妃イザベラがフランスへやってくると彼女に接近してその愛人となり王妃のクーデター計画に協力した1326年9月に王妃と共に約700の兵を率いてイングランドへ上陸し1ヶ月ほどでイングランドを制圧したエドワード二世やディスペンサー不死らを捕らえディスペンサー不死ら宮廷派を処刑 翌1327年1月の議会でエドワード2世を廃位し、エドワード3世を即位させた。後に、エドワード2世は王妃の命令で殺害された。15歳の少年王エドワード3世が即位すると、イザベラがエドワード3世の摂政として政権を掌握。モーティマーも、イザベラの寵愛を盾に権力を握り、ウェールズや辺境地域に所領を拡大し、 1328年10月27日に議会においてウェールズ編協迫の称号を受けた。しかし彼の急速な昇進は、ランカスター博ヘンリー、初代ノーフォーク博、トマス・オブ・ブラザートン、初代ケント博、エドムンド・オブ・トストックら王族に連なる諸公の反発を招き、イザベラやモーティマーら宮廷派とランカスター博らランカスター派の対立が顕在化した。また、 スコットランド王ロバート一世が少年王の即位を後期と見てイングランド北部への侵攻を開始したが軍資金の確保に苦しむイザベラとモーティマーは戦争継続は不可能と判断してロバート一世に講和を懇願しエディンバラのオサンプトン条約を締結したこれによりイングランドはスコットランドが独立国であることとロバート一世がスコットランド王であることを承認した さらに、エドワード3世の妹ジョーンとロバート1世の長男、デイビッドの結婚が取り決められた。この講話は国内的な合意を得ないまま進められたものであったため、屈辱外交として国内の強い反発を招いた。1330年春の議会では、イザベラとモーティマーの主導で、ケント博が反逆罪で公開裁判にかけられた末に処刑された。 しかしこの時18歳になっていたエドワード三世は、二人の独断での剣と白書刑に、憤慨していた。モーティマーの逮捕を描いたジェームズ・ウィリアム・エドムンド・ドイルの年代記の絵を、エドムンド・エヴァンズが、掘り板にしたもの、エドワード三世は青年に近づくにつれて、母イザベラとモーティマーによる、国政労団に不満を抱くようになり、申請を開始する機会を探るようになった。 そして1330年10月に、ノッティンガムで諸公の会議が行われている最中に、モーティマーをクーデター的に逮捕。モーティマーは11月末に召集した議会において、公主刑が宣告された。イザベラは見逃されるも、政治から引退することとなった。モーティマーは、台湾において11月29日に、公主刑となった。モーティマーの死後マーチ白尺位は消滅したが、 1354年に同盟の孫、ロジャー・モーティマーが社位を回復した。また、ロジャーの創尊アン・モーティマーを通して、イングランド王家とも連なり、王族リチャード・オブコ・ニズバラと結婚したアンは、リチャード・プランタジネットを設け、子孫からヨーク・アサ、チューダー・アサ、スチュアート朝のイングランド王を排出、王家は、現在のウィンザー・アサまで続いている。 ジョアンド・ジェネビルとの間に11人の子を設けた。エドマンド第2代マーチ博、ロジャー・モーティマーの父。マーガレット第3代バークレー男爵、トマス・バークレーと結婚モード、ジョン・チャールトンと結婚ジェフリー・ジョン・ジョーン、オードリー男爵、ジェームズ・オードリーと結婚、イザベラ・キャサリン第11代、ウォリック博、トマス・ド・ビーチャムと結婚、アグネス初代ペンブルック博。 ローレンス・ヘイスティングスと結婚、ベアトリス、エドワード・オブ・ノー・フォークと結婚、ブラオス、男爵トマス・ド・ブラオスとサイコン・ブランシュ第2代グランディソン、男爵ピーター・ド・グランディソンと結婚、クリストファー・マーローの戯曲、エドワード2世に登場する。また、デレク・ジャーマンによる、この戯曲の映画化作品である、エドワード2にも登場する。ありがとうございます。